勇気、あんた今日はどこで誰と遊ぶの？そんなんどうだっていいだろ。行ってきます。こら、ちゃんと行き先を伝えなきゃダメでしょ。どこで何をしているのかお母さんがわからないじゃない。ちゃんと行き先は家族の人に伝えること、それと外で遊ぶときは友達と一緒に遊びましょうね。じゃあ時を戻してみましょう。ユウキ、あんた今日はどこで誰と遊ぶの？翔太と公園で遊んでくる。行ってきます。翔太、ヘイパス。ねえ、君たち。何ですか？あそこにとっても可愛い猫がいるんだって。一緒におじさんと見に行ってみないかい？本当？うん、そこまで連れてって。さて、ここでも問題が発生しましたね。いくら可愛い猫や犬がいるからといって知らない人について行ってはいけません。それじゃあもう一度見てみようか。一緒に行ってみないかい？いや、一緒に行かないです。いいから一緒に行こうよ。いやだ、離せ。おじさん、離してよ。こういう時はなんて言うのかな。みんなも大きな声で言ってみよう。せーの。助けて、誰か助けて。ちゃんと大きな声を出せて偉かったね。みんな、怖い人たちはいつやってくるかわからないから、約束を守りましょうね。約束は覚えてるかな？一つ、行き先を家族に伝えてから遊びに行く。二つ、外で遊ぶときは友達と遊ぶ。三つ、知らない人にはついていかない。四つ、友達が連れて行かれそうになったら大きな声で助けを呼ぶ。もしも大きな声を出すのが難しいよって子は、おとしさん、そういうときは防犯ブザーや笛など大きな音の出るものを常に持ち歩いていよう。これらを持ち歩いていると、もし災害にあった時も助けを呼ぶことができるぞ。この人は落としすずさんだよ。いろいろな防犯グッズをみんなに広げているんだ。例えばこの防犯グッズは、まあ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 、今日は時間がないからこの辺で。しょうがない、今日はこの約束をみんなに守ってもらうところで終わりにしよう。みんな忘れないでね。守ろうね、約束だよ。